うん、この台本の筋は把握したよ。スカサリオンはオーソドックスな英雄譚だね。主人公の王子ペガサスは人々を苦しめる魔王を倒すべく旅に出る。道中仲間を見つけて、まずは村を苦しめるドラゴンを退治、そして最後は魔王との一騎打ち。魔王を倒したペガサスは英雄として町に戻っていくと。うん、司君、いい演出を思いついたよ。少し聞いてくれるかい？もう早速か。どんなアイディアだ？観客が王子ペガサスに深く感情移入できるように、過酷な旅の始まりへの強い決意を表現したい。ふんふん、そこで雷を落とそうと思う。ふんふん、うん、雷かっこいいだろう。そしてちょうどここにプラズマを発生させる装置が。いやいやいや、なぜそんなものがある。こんなこともあろうかと思って用意しておいたんだよ、司君。いい顔をするな。大体そんなものどう考えても危険だろう。装置を舞台上に固定しておけばお客さんは安全だよ。触ったら死ぬけどね。俺のリスクが高い。ああ、また始まった。またルイはショーでやったら面白そうなこと思いついたら片っ端から試しちゃうの。それでよくクラスメートを体育館で宙吊りにしたり、プールで水攻めにしたりして。そんなんだから最初はショーをやろうって言ってくれた人もすぐ離れていっちゃうんだよね。すっごく楽しそうなのに。みんな M みたいなのばっかりならいいのかもしれないけど。そんな危険な演出は絶対にダメだ。そんな、どんな演出にも 12,000% の結果で答えてみせると言ってくれたのに。そういうことなら残念だけど僕は演出家を辞退しよう。ねね、あとは頑張って。やらないの？ステージで雷がピカーってしたらとーっても目立つのに。目立つ？確かに目立つな。雷が落ちるステージなど前代未聞。かなり話題性がある。お客さんいっぱい集まっちゃうかもしれないよ。ルイ、ちょっとくらいならやってもいいぞ。え？別に目立つからという理由じゃないぞ。斬新さはスターのショーに必要不可欠だからな。それじゃあドラゴンと戦うシーンで火炎放射器を改造した装置を使ってみてもいいかな。何？あとは魔王と戦うラストシーンで10メートルほど飛んでみるのはどうだい？以前足元から強風を当てて浮かせる装置を作ってみたんだ。あのシーンで使ったらきっと面白いだろうな。どっちもめちゃくちゃ危険では。だがどちらも目立つ。ならばスターとしてはやるしかない。うわーい、とっても楽しそう。他にはじゃあせっかくの屋外ステージだし滝を作って。これどう収集つければいいわけ？
気づけば演出の話だけで日が暮れてしまったな。明日は朝7時にここに集合。入園用のスタッフカードは各自持って帰るように。はい。珍しく機嫌いいじゃん。ん？僕はいつでも上機嫌だよ。それじゃあねね、僕はここで。え？どこかに寄るの？ああ、舞台装置を改良するのに足りないパーツがあるんだ。さて、どこから手をつけようかな。やっぱり機嫌いいじゃん。口先だけかと思ったら、割と演技もダンスもできるじゃん。とはいえ、それはペガサス王子の戦い方として適切かな。もっと体の使い方を考えてみてほしいな。じゃあ、これでどうだ。動きは格段に良くなっているね。ただだからこそ物足りなさを感じるよ。もう一歩も動けん。おやおや、もう音を上げるのかい。お前、想像以上にスパルタだな。自称スター、もしかしてスランプ？そんなわけがあるか。だがしかし、何かヒントが欲しいな。お、それなら、あそこに行ってみようよ。あそこ？どこかいい場所があるのかい？うん、私のスマホにアンタイトルって曲があって、ミクちゃんたちのいる世界に行けちゃうんだよ。は？アンタイトルって、お前のスマホにもあの曲が？M、お前まさかまたあの妙な場所へ行くつもりか？うん、いつの間にか入ってたんだ。つかさくん、ルイ君とネネロボちゃんのことミクちゃんたちに紹介しに行こう。ああ、おい、やめろ。迷子の学生を案内していたらもうこんな時間じゃないか。俺も学校に急がねば。遠慮はするなよ。はい、全力で演奏します。きっと私もそんな風になりたかった。黄金の月寄り添う星も。私も精一杯歌います。存分に聞かせてやれ、ほなみ。うまくいく。
が上がってきたな。くれた CD 聞いてたら朝になっちゃって。え、もしかして一晩で全部聞いたの？20枚くらい貸したはずだけど。うん、どれもいい曲だったから。小羽ってそういうところあるよね。